11月15日のリビングライフの時間です。皆様いかがお過ごしでしょうか。私はウェスレンホールネス教団の玉川キリスト中央教会の牧師の本間と申します。今日は心を定めた者が受ける神の恵みというタイトルでダニエル書1章10節から21節の御言葉を読んでまいりたいと思います。ダニエル書1章10節から21節。宦官の長はダニエルに言った。私はあなた方の食べ物と飲み物を定めた王を恐れている。あなた方の顔色が同年配の少年たちよりも優れないのを王がご覧になるのは良いことだろうか。あなた方のせいで私は王に首を差し出さなければならなくなる。そこでダニエルは宦官の長がダニエル、ハナンヤ、ミシャエル、アザルヤのために任命した世話役に言った。どうか10日間しもべたちを試してください。私たちに野菜を与えて食べさせ、水を与えて飲ませてください。そのようにして私たちの顔色と王が食べるごちそうを食べている少年たちの顔色を見比べて、あなたの見るところに従ってこのしもべたちを扱ってください。世話役は彼らのこの申し出を聞き入れ、10日間彼らを試した。10日が終わると彼らは王が食べるごちそうを食べているどの少年よりも顔色がよく体つきもよかった。そこで世話役は彼らが食べるはずだったごちそうと飲むはずだったぶどう酒を取り下げ、彼らに野菜を与えることにした。神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を理解する力と知恵を授けられた。ダニエルはすべての幻と夢を解くことができた。少年たちを召し入れるために王が命じておいた日数が終わったので、宦官の長は彼らをネブカドネザルの前に連れて行った。王が彼らと話してみると、すべてのものの中で誰もダニエル、ハナンヤ、ミシャエル、アザルヤに並ぶ者はいなかった。そこで4人は王に仕えることになった。王は知恵と悟りに関わる事柄を彼らに尋ねたが、彼らがそのすべてにおいて国中のどんな呪法師、呪文師よりも10倍も勝っていることが明らかになった。ダニエルはキュロス王の元年までそこにいた。このダニエル書の主人公でありますダニエル、そしてまた同じ、若者少年であったハナンヤ、ミシャエル、アザルヤというですね、この4人がユダヤの地からこのバビロニアにこう捕囚のようなですね形で、来ることになりましたけれども、彼らは、教育を受けて、そしてやがては国のため王のために仕える、そのようなことが期待されていた人物でありました。ですからある意味ではいろんなものが豊かに与えられたと思うんですけれども、その中で王が提供する食べ物、それを食べなければならなかった。それはご馳走であったんですけれども、しかし偶像に捧げられたものであるかもしれない、いやきっとそうだろうということの中で、この4人の若者はそういうもので身を怪我したくないと、それで野菜だけで、野菜と水だけで私たちをまず生活させてくださいと、そのように、願うわけですね。
すると宦官の長、そしてこの4人を世話する人がですね、まあ、その申し出をこう聞き入れるわけです。もちろんそこには神様のお計らいがあって、そのように進むように導いてくださったわけですけれどもですね、とにかくこの4人はこの自分たちの上にいる人たち、世話をしてくれる人たちの信頼を受けることができたわけですね。ここに神様の大きな恵みがあると思います。神様はこの4人の神様の前に清く歩みたいというその願いと決断を祝福されました。そして周りの人の信頼を受けて、その願いを聞き入れられ、しかもですね、健康がですね、ちゃんと支えられて、それこそ世話をする人々は心配したんです。あなたたちが肉を食べず、また酒を飲まないということによって、例えば痩せていったら、罰せられるのは私の方だよっていうなことですね。しかし彼らは健康のままであったわけですね。ここで一つの神様からの勝利を与えられるわけです。聖書の中には勝利する、勝つというですね、そういう場面がいくつもありますけれども、それはすべて神様がイスラエルの人々に、もしくは本当に神の民に勝利を与えてくださると、一生懸命頑張って、そして勝つ、もちろん一生懸命頑張るでしょうけれども、しかし勝利は神様がくださるものだということが貫かれています。ここでもそうですね、信仰の良心を保ち続けたい、自分を汚したくないというその祈り願いが神様によって勝利を与えられたわけであります。神様が彼らをここに置かれたんですよね。ですからさまざまな困難や試練というものはあるんですけれども、しかし神様が守られる。このダニエルたちが来た、またですね、数年後にまず1回目のですね、本格的な捕囚、バビロン捕囚というのが行われるんですね。ですから神様はこの本格的なバビロン捕囚に対する備えとして、まずダニエルたちをこの地に送り込まれたというふうに、まあ、見ることができるんです。そして彼らは、まあ、いわゆるこの世的な意味でいうと出世していきます。21節を見ますとですね、ダニエルはキュロス王の元年までそこにいたと。本当に王様に近いところで何代もの王、キュロス王というのは実はこれバビロンの次のペルシャ帝国、ペルシャ王国のですね、王様なんですね。そのように違う王朝にまで渡って非常に重要なポストについていたということですけれども、これはダニエルたちが神様に従ったらですね、非常に出世できたという、そういう話ではないんですね。これは神様がこのダニエルたちのこう人生の自己実現としてですね、何かこうそういう恵みを与えられたということではなくて、神様が御心を持ってこの4人を使わしたその場所で、神様がこの4人を御心のままに用いられたということなんですね。ですからこの後ダニエル書を読み進めていきますと、うまくいくことばかりではないんです。実際に彼らが信仰を保とうとする、自らを清く保とうとするあまり、また試練が襲ってくるわけですね。でもその都度その都度従っていこうとするこのダニエルたちの心と決断を神様が祝福されるわけです。それは神様が彼らを使わしたその場所にいるからですね。皆さんも自分自身が神様から使わされたところにいる、そのように思っておられるでしょうか。ここは私のいる場所じゃない、本来はここにいるはずじゃなかったと思って、非常に、まあ、何と言いましょうかね、辛い思いを持ちながらその場所に身を置くってことが私たちあるかもしれませんね。ダニエルたちだって願ってきたわけではないんです。自分たちの故郷にいつまでもいられればよかった。しかしまだ本格的な捕囚も始まる前に、彼らはユダの地からバビロニアの地に無理やり連れてこさせられたわけであります。彼らはいやいやながら来たかもしれない、でもそこに神様の御手があったわけですね。私たちも今いる場所は望んで、来た場所ではないかもしれない、もしくは望んできたと思ったけれども、
それは、勘違いだったかもしれないと思うぐらい辛い思いをしているかもしれません。しかしいずれの方法で来たとしても、神様が私たちを導いていてくださる、神様が私たちをそこにお使わしになったということを忘れてはならないと思います。私自身も牧師として、今は教会は2つ目の教会を牧会しておりますけどですね、そしてまた、牧師が教会に使わされる、牧師が教会に赴任するというのは、その教会や教団、教派の伝統やまたやり方によって方法は違うかもしれませんけれども、しかし皆神様がそこに私を使わされたと、そのような、まあ、思いを持ってそこにこう赴任していくわけです、進んでいくわけですね。神様が使わしたというならば、何の試練もなくスムーズにいくということではありません。むしろ私は来るべきじゃなかったんじゃないかとか、そのように悩むこともあるかもしれません。でも最終的には、でも神様が使わされたのだからと、そのようにそのような思いに立つことができるときに、私たちはなおそこに踏みとどまって、そして神様の働きを担い、神様のご計画の一部に組み込まれていくのであります。いかがでしょうか。私たちが神に使わされた場所にいる、そのことをですね、今日もう一度思い巡らそうではありませんか。私たちが主から使わされた場所にいると言ってもですね、本当に行き詰まったり、もしくは自分がそこにふさわしくないと思ってみたり、もうどうしてもここから逃げ出したいと思ったり、そういう思いを経験することがあるでしょう。そのですね、時に本当にこう主から助けをいただきたいというふうにこう願わされるわけですけれども、このダニエルたちもそういう思いを経験したことがあるんじゃないか。あまりですね、ダニエルたちにはこうダニエル書を見ますと迷いというものが見られないんですけれども、しかしですね、決してそんなことはなかったんじゃないかなと、葛藤があったり不安があったり、そういう気持ちを抱いただろうと想像します。それでもですね、神様は彼らをそのような状況の中に生きるものとして置かれたわけです。そしてそういう中で自分たちがきっといる意味というのを悟ってですね、その中で埋没しないで信仰をしっかり保ちながら生きていったわけです。私たちも自分自身がここに使わされている、ここに置かれている、神様が置いてくださったという、そのことの意味を理解できるようにと祈ろうではありませんか。そして神様が持っておられるそのご計画に私も喜んで使えることができるようにと、そのように祈っていこうではありませんか。そうするならばですね、本当に、辛い、逃げ出したいと思えるような、そういう環境の中で新しい光が見えてくるものと信じます。お祈りを捧げます。愛する天のお父様、今私が置かれている場所があなたが使わせてくださった場所だと信じます。あなたが使わせてくださった場所ですから、あなたのご計画があり、そのご計画を担うものとしてあなたが私たちを選び置いてくださったことを信じます。そのことが見えなくなるとき、信じられなくなるとき、逃げ出したくなりますけれども、しかし神様、どうぞ私たちの心を支え守り、そしてここに踏みとどまることができるように力を与えて、なお進ませてくださることをお願いいたします。お委ねしてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。